部隊行動開始。進行ユニットを起動。お前たちの任務はカニーノのクローム施設の破壊だ。共和国ウドルーパーの供給を断つ。感情的な抵抗に備え、全4段階の作戦に使える時間は限られている。まず遺伝子アーカイブをハッキングし、保存されたサンプルを汚染しろ。戦略コントロール回路を起動。開ければスクラップだ。損傷確認。